現在ここの ADSL 回線は 3Mbps ぐらい出るんですけど、はい、まあ、速度的に出るんですけど、 BPS は速度です。で、この速、まあ、こいつの ADSL は2024年までに、はい、あのサービス提供終了しちゃうんで、これが使えなくなってくると、はいはい、もうクアミンしか手段がなくなってしまうんですよ、はいはい、で、ですね、そのクーミンの悪いところは多分、まあ、確定して調べてるわけじゃないですけど、基地局とサービス提供のこの受けるところの距離がそもそも遠くて、途中であの例えば西鉄大牟田線 の電線の近くとかを通るとすごい減速、あの速度が低下していくんですよ。なぜですか？高圧電線とかになると、その電磁波とかの影響で、あのなんですか、速度が低下していくというか、まあ劣化する、まあ距離が長いとそもそも劣化するんです。クーミン放射の影響が受けやすい。そもそも光も、クーミンも影響は受けるんですけど、そもそもの基礎としている速度が全然違っていて、そのクーミンの一番上位のやつでも、その下りの速度っていうものが重要で、はいはい、下りの速度が30メガで設定されてるんですよ。30メガ BPS、で、どっちだっけ、光回線はそもそも1000メガ BPS を基礎としているので、そもそもパイが30倍違うという前提にあるんですよ、うん、だからそこから例えば何割影響を受けました、半分あのなんていうんですか、ね、ロスしましたってなったとしても、光だったらそもそも、まあ、速さ的に快適っていう感じるっていうことなんですよね。で、知り合いがそのあそこ あの大水駅のどこだっけ、今あの新興住宅街、奥に住宅街あるじゃないですか、うん、アパートのところに住んでたんですけど、うん、あのもろに受けてて1メガも出ない、うん、あの 4メガで最低、まあ、インターネットを使っていく上で最低ラインなんですけど、はい、これを下回るともうちょっと使えない、はい、どうなんですか、動画見れない、動画見れない、 YouTube が止まります、うん、1メガ切るともう怪しいっていう、うん、っていうのが今のクーミンのやつで、うん、で、問題はまあ、これがなくなったらクーミンしか手段がほとんどなくなって、はいはい、あの最近あのよく CM とかであの Wi-Fi がなんかポケット Wi-Fi がなんか自由に使えますよってなってるんですけど、はいはい、こっちの方が速度が出てしまっているんですよ、はいはい、あのつまり普通の携帯 の、はいはい、あの au とかドコモの回線の方が、うん、そもそも普通のこの回線より速くなってしまっている、はい、なのでこのままだとまあそもそも生活する上でのインターネットの最低ラインを満たさない回線しか残っていかないですし、うん、そもそも組が満たしてないんです、うん、で、あのうちの今浅ヶ谷っていう高円寺の近くに、うん、とか中野の近くに住んでるんですけど、東京です、ね、はい、東京の中野、速度が240出るんですよ、うん、なので普通に60倍以上速度が出るんで、はいはい、あの IT とかで仕事とかあのイラストみたいな仕事をしている人たちからすると仕事ができないという、うん、仕事にならんと、うん、そんな環境になっているのが今の沖町の回線の状態です、はいはい、でそもそも安くもないと、グミ、うん、まあ、あの一番上のランクで6000円するんですけど、うん、そもそも光回線の1個戸建ての回線価格が5000円ぐらい設定されているので、うん、そもそもグミはそもそも高いと、うん、ちなみにまあ今ちょうど 5G をもうそろそろこう設置始めようかみたいなことじゃないですか。これ 5G っていうのはもちろん、まあ、今までの携帯とかの Wi-Fi の Wi-Fi とか、まあ、ポケット Wi-Fi みたいなのに、まあ、無線で送ってるやつだと思うんですけど、これ光ケーブル、例えば 今の状態、置き間違い光ケーブルがない状態でも 5G は、5G はそもそも携帯基地局などでの追加設置になっているみたいなので、うん、まあそこでは関係はないですね。 5G はおそらくこれまで、あのまあこちらでも使える状態にはなるだろう、うん、でその速度が多分、まあ、まあまだ計算が分かってないけど、まあ、うん、あれですか、 5G っていうのは基地局を1個建ててもらって、それから自分たちがその 5G っていうのを取りますよってして、まあ、要するにあの携帯 の今 LTE って言ってるものと同じってことです、う
つまりあの新しい規格の回線を使う契約を結び直す結べばいいっていうことです。ただ問題は今持っている、まあ、iPhone とかの端末はあの 4G に対応しているので、うん、そいつで 5G の恩恵を受けることは無理だと思う、うん、なんか素人って、まあ、これに変わるからあれに変わるからこれになるからいいんじゃないのみたいなことを私たちは思うけん、そこの辺のちょっと切り崩しっていうか、やっぱり普遍的に光があった方がいいわけよね。まあ、JCOM とかのケーブル回線を利用するっていう形でもいいとは思うんですけど、問題は JCOM のケーブル回線と比較しても空民 の速度はあまりにも遅い、うん、そもそもあの今の東京に住む前に所沢で JCOM を利用しているんですけど、うん、それで基地局まで 1.5 キロの距離を使っても20メガとか30メガぐらいは出てくれるので、うん、今の10倍以上は出てくれるので、うん、それであれば確かに JCOM みたいな回線のサービスがあるのであれば区民へ利用、まあ、し続けるっていう選択肢もあるかもしれない。普通の一般利用の枠では問題はないであろうと思いますけど、まあ、一応空便さんで電話してみたんですよ、うん、今後その回線のアップをね、うん、もっとでかい容量の回線、うん、まあそれで空便さんがよりアップするんだったらね、それで問題解決するかなと思ったんですけど、空便さんとしては予定がない、うん、代表うちらの委員会代表してちょっとその光系回線のことを言ってもらってたんですけど、だ 町の回答としては敷設するときに空便さんもこうケーブル引かないじゃないですか、うん、光ケーブルじゃないですか、なんか、うんほぼ光ケーブルみたいなのちょっと、うん、電線に対して引かない、ね、そうですね、その費用とかかかるので NTT さんと光ケーブルにかかる費用と、またその空民さんがその引いたケーブルをまた外さないかん費用まで含めたお金を出してみて、かつ沖町と久留米市を同じ時期に空民始めたらしいんですよ、うん、だから内田だけっていうよりも多分久留米市も一緒にバーってやった方が多分コスト的に下がるんでですね、うん、城島水間やもんね、そうですね、久留米市の中の城島水間でしょ、そうですね、全体久留米じゃないですよね、久留米の一部でしょ、はいはい、城島水間がうちと結局大木町として水間分としてあったから、その、うん、それを引いてるんだって。じゃあ空民さんを辞めるって言った時に、空民さんがじゃあ期限が切れましたって言った時に、うん、各一般家庭はどうなるとか、もう修正に空民と結んでるところは、うん、そもそもインターネットをメンテナンスするときってサーバー二重化するのが基本なので、サービスが提供が止まることがないんですよ、うん、なんですけど区民がメンテナンスするときってサーバー止めてるんです、交換そのインターネット接続のところを交換のやつを止めてるんですよ、うん、だから深夜とかにいきなりサービス止めたりもする、うん、ほらさっき言ってたよ、空民テレビを見るときは空民でのインターネットできないとか、それは、それはちょっとテレビの回線とインターネットの回線が同一の回線を使っているので、うん、そもそもその供給力が足りないので、うん、テレビを使ってしまうとインターネット側の速度が著しく低下する、うん、なんかそういうのね、詳しく調べて今後の方向性を持ってもらわないとちょっとねみたいな、速度が全然違うし、うん、料金もね、多分結局タッパの料金を結局違いで計算するとね、ただ4年ただ各家庭のあれが3年ぐらい取り戻せちゃう、うん、それと同時にどうなんかな、結局うちはこの間ソフトをちょっとまだダウンロードしてないかやったけんこの人してくれよったけど、あれオーブンやったかな、もう進まんけん、うん、結局地区越しに行ったりとかして入れたもんね、結局一回うちまで引っ越し先で作業する、うん、なんかそういうのになってきたけん、やっぱそういう今度は専門家を誘致とかなんとかするときにこれではもう来ませんよっていう話ですよね、まあ、でも多分場所によって結構違うんですよね、私なんか ADSL なんですけど、まあ一人で使ってる分では大丈夫なんですけどね、動画もまあそうですね、まあこの速度が出るのであれば、うん、まあ止まりはしないです、問題はダウンロードの時に違いがものすごい出てきます。うちはな動画見てても途中止まるもんね。途中パッパッと止まる。そこがネットです。そして入ってる。だからその、まあ、今後空民空民って言って空民される場合はいいけど、やっぱね、みたいな。あと気になるのが。なんか半分がなんか負担せないかんでしょ、自治体が。そうですね。はいはい、小中学校って線引いてないんですか、あ、いや、そこで分かんない、ね、今年から IT 教育するって言ってるじゃないですか、う
師匠がないとしなきゃいけないでしょ。全部コンピューターが小学校に入るうちで、あれやっあの台、例えば40台ぐらいあるじゃないですか。40台引くとき、空民の回線だと多分パンクします。パンクするよね。その時の話だと、まあ、あんまり同じぐらいのスピードだったんで、こっちを選んだみたいな話だ。まあ、ペーパー順の状態の回線速度は出るわけないんで。そして、結局その…だって久留米ってどこにあるとこにしちゃう？久留米ですよ。久留米、うん。久留米にありますよ。そう、電話した久留米でしたね。あ、久留米。うん。やっぱね、どんどんこれだけ進みよけんね、こんな世界じゃいかんと、一般で取り戻すつもないのも、住民が逃げていくよ。うん、本当やね。今、ネットショッピングとかなんとかやけん、もう画像が出てこないかん。特に今、その動画とかが増えてるんでですね、特に今、こう、イライラしますよね。多分、5G になると引き、もう引き離され方が次元が変わっちゃうから。だからある意味これ、5G になってくれたら、機械回線いらないのかなと思ったりします。5G だったらその空民はするんだったら、空民をせずにやるんだったら 4G Wi-Fi が多分あの今4500円で使い放題ぐらい、うん、200GB ぐらいまでは制限なしでいけるんですけど、うん、多分半額ぐらいに落ちるんだろうなと思って、うん、その 4G Wi-Fi でも代用できるってこと、まあ要するに空民より速い速度を出したいなら今ならこれしかない。はいはい、まあ、ADSL を引きたくだけ、ADSL でなんか1年とか、もう今新規申し込みが多分できないんで、うん、まあ今だったらもうこっちしかない。これもかなりなんか PR が入ってきたもんね、私、ADSL、こっちにしませんかって、でもなんかちょっと怖かったから、そのまま。例えば、それにすれば問題ないってことですか。まあ同じようなことはできるとは思います。ただ時間帯での影響は、携帯の基地局に依存しているので、うん、あのまあ遅くなるだろうな、ね、ああ依存してるからね、同じとこ同じ基地局見に行くね、難しいね。私なんか家は ADSL でそのポケット Wi-Fi を使ってますね、外出るときは、うん、まあ次の、まあ、大丈夫なんだけど、まあ空民さんは遅いやろな多分な。なので、なら私もこのポケット Wi-Fi すれば問題ないってことやるか、うん、一人で使う分ぐらいね、家族で使う分、まあ、4台ぐらいつなげるとこれは問題が出てきます、ね、そうそうそう4台そう3、4台ぐらいだと急に遅くなるんですよこれ。あ、ね、まあ、要するに運ぶ量が足りないんですよ、うん、全あのこの3つ全部、うん、あの、うん、容量あの何ていうか馬力がないんです、うん、回線する。それ 5G になっても多分それは変わらないです。変わんない。結局基地局とのやり取りの、まあ、うん、幅は増えるから倍率的には上がるけど、 5G やと新しい基地局を作らないかんって言ったらね、既存基地局の中に、うん、あの違う 5G 設備を入れなきゃいけない。なんか14年で終わりますとか撤去するまでに光回線の敷設交渉を終えないと、インターネット回線がどこにも契約できないという空白期間がある。いやだって私たびたび電話とかに、ね、言うけど、いやお気持ちは出ていませんって言われるのね。そこは多分問題になると思う。あの ADSL に入れませんから、うん、もう現状、うん、空民がね、いや、あの空民から ADSL に移ることができないので、結局的、うん、最終的には光回線の工事を終えてから空民を撤去するっていう形にならないと、うん、ダメになると思う。あの空民を使っているところはダメになってますよね。そうです。ないとインターネット回線どこにもアクセスできませんから、結局救済策としてこれはありますけど、これの策の案内を誰かがやらないとインターネットを使えないという事象があって、だから空民にあの、まああれだけど保証してもらわないからね、移行の時は。要するにユーザーとしてだから撤去の時期まで回線、うん、あの活かしてくれって言わない、 NTT の施設が終わるまで活かしておいて、そういうの移行期間を設けないといけない。高架市内とかでだいぶ IT 企業が集積してきたんで、うん、福岡に私も入れる企業が出てきつつあるんですけど、うんうん、だからあの大きな地に住めないんですよ。住めない、ね、あのうちの会社今あのリモートワークでしてできるんで、あのどこでも日本全国どこでも1日とか2日ぐらいだったら仕事やろうと思えばできるんですけど、はいはい、あの条件に光回線が絶対あるんですよ。まあ、いわゆるこう顔と顔でこう連絡取ったりするってことですか？なんか。まあそれもありますし、そもそも扱っているデータの量が莫大すぎて、とかあの問題があって、うん、
あの光回線の速度がないとやっぱり夜に支障が出てくる、うん、しちゃうので、うん、IT 打ちとかできるよね、もう大きい町にはね、内地で、うん、だから結局なんか何回にもかかっちゃったのね、議会なんとかに若い人が帰ってこれないんですよ。でも最強順はできない。超人プラスポケット Wi-Fi はいくらですか？基本的に1万超えますよ、ね。うん。間違いない。だあのあれですか、Y モバイルとか7ギガの Wi-Fi とかだったら、うんうんうん、多分2000円ぐらいで。そうです、2000円ぐらいでしょ。で、あの無制限になると大体4500円か5000円まで大体近づいていきます、ね。だから6000円と4000円、1万円はやっぱ払うってことよね。でもまあ Wi-Fi って外用ですよね。そう、私外用で使ってるだけですね。うんだから費用の面からは結局どっちにするかで住民の結局あれば投票で住民投票みたいにしてね。待ってね、なんか例えばよ、うん、ここの中で年寄りばっかりやけんインターネットの言うたって分かる人がおるやろかっていうのは、うちだけがギャギャギャ言うだけで、うん、そうやね、そこよね、問題はね、うん、だからもうゆっくりしても今まで通りでゆっくりってなってくるともう組民になるわけよね。庁舎までは引いてるんですよね、光回線引いてるよね、庁舎まで引いてると思うよ。じゃないと瞬時あのなんだっけ全国通報のシステム入れられないはずですから、総務省の、あの弾道ミサイル用のやつがありますから、 あれないと取れないので。それは業務用の、業務用回線です。あの町の業務用回線では光を引いているはずです。はずじゃないとおかしいです。で学校もやん、いや、それで学校は引いてるんですかって聞いたんです。学校引いてるなら引いてるんですけど、学校引くんだったら全部引くのと対してコストが変わらないんじゃないのって言いたくなりますけど、でも学校とかあの IT になった IT 事業とか始まった時に組員さんで対応できるんですかっていう投げかけの人間ね、まあ、要するにパケット足りますか、ね、パケットの幅が足りないから、あの馬力ないから、ね、40台のパソコンを動かした時に回線速度が維持できるかっていう問題、そもそも基地局からの距離を出してもらわないとちょっと反論がちょっとしづらいんですよね。空民さんがどこに基地、あのつまりあの交換局が置いているかの距離によってものすごい差が出てきてしまうので、学校とかは近いところにしとるやろね、空民とかもそこにそこら辺はなんかしてるような気がする。空民は違う、ね、でも基本的に5キロに1箇所交換局はないといけません。それ以上話すともうダメです、うん、そういうのってさ、なんか電波法とかなんとかでこう変えちゃうよ。いや、あの NTT が出してます。 NTT が通常回線で何キロまでだったらこれくらいの速度が理論値上出ますよって出してくれます、うんうん、つまりそれ以上空民がやってもそれ以上の速度が出ることはありえません、うん、その量からするならね、もう全然、まあ、そのこれを見る限りは当時の ADSL と組み合う同一だからということで、まあ、その不設費をケチったというかあれでなってないんだろうけど、だけどパンクするやろ、もうそう思っても、いやいや、だからだけどもなんもさ、それを分かってる人がいないわけよね、うん、結局組み合うが出している理論値と実質値がどれだけ乖離しているかっていう証明を出さないと動かせませんよね。結局回線契約の速度と実測値を出して、うん、で、まあ、実際、まあ、基地局の場所は教えてくれるでしょうけど、基地局の場所から何キロ以上離れるとできない。